どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ4やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、このアカウント、昔のアカウントです。もともと俺がすごいやり込んでた時のアカウント、それをねちょっと見てみて驚いたんだけども、かなりねやっちゃってるね。レベルを見るともう120ばっかりです。でバスターズの方も99がむちゃくちゃいた。それもそうだよね。日記を見てみるとこんな感じです。遊んだ時間841時間、とんでもないな本当に。まあこのうちの400時間とかそれぐらいは放置だと思うんだよ、レベル上げの放置。でもとんでもないプレイ時間だね。はい。まあ、こっちから、妖怪を、移そうかと思ったのよ。まあ、全キャラ持ってるんで、移してみようかなとも思ったんだけども、移しません。移さずに、やっていきます。はい。ということで、ちょっと戻りますね。戻ってきました。やっぱりね、最初からやるっていうことで、強い妖怪がいると、ちょっとね、難易度が下がって面白くなくなるのよ。なのでこのままでいきます。ここもやってなかったね。トレジャー田中も全く手をつけずです。でね、戦闘いくつかやってみて、やっぱりレベルがね若干足りないなっていうのが分かったのよ。もう全然勝てない。なのでまずはねレベル上げをやりたいと思います。これがないとまあちょっとね厳しいので行きましょう。ペロー中学校です。レベル上げっていうのがあれだよね、影オロチを倒し続けるっていうやつです。でアーク連動をして、ここかな、ここだったよね確か。あ、ほらほらイヤーチップ、陣平のやつだよね。どこにいるんだ。 OK です。陣平にこれをやると確か手形をもらえたような気がするんだよね。いた、陣平発見。陣平となんかするんだっけ。あのフルボイスで喋ったりはしないのか。フルボイスじゃないな。でもまあまあ声は一応出てるね。あ、影おろちだ。影おろち発見。おお、あ、そうか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 。影おろちなんか4体出てきたよね。そうそうそう、そうだったそうだった。で、あれだよね。レア影おろちのインっていう名前だったね。インがたまに出てくるから、そう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 、思い出した思い出した。行くよ。あ、大したことない。これは余裕。オッケーオッケーオッケー。これレベル上げもこれ楽勝だわ。このぐらいなら全然勝てる。よし来た。影オロチの手形、これで影オロチと戦えるようになります。無限レベルアップができるようになったね。まあ、ただこれやるためには連射機が必要になるんだけどね。まあ俺はすでに持ってるのでこれでやっていきます。きたー、ようやくレベルを上げれるぞ。あとあれだね、キャラクターだね。 S ランクがもう1体欲しいところ、ガチャでちょっと当ててみるか。いやー、ガチャでもいいの出なかったな。どれで、あ、そうかそうかそうか、影オロチをゲットして、で影オロチを入れてやればいいんだ。そうだ、まず影オロチゲットしよう。いや楽勝だったね。でしかもレア妖怪が出たのよ。イン完璧やね。レア妖怪のインが出たから、まあとりあえずこいつを入れて上げていきましょう。レベルがまだ低い状態だから
ヒーラーがいるとだいぶ安定するのよね。なんでインをとりあえず入れてからやっていこうか。これでどうだろうか。主天道寺をスタートキャラにして、ゲットさんを連打と、あと ZR を押しっぱなし。これでいけるはずだもんね。 OK。 あ、あれ、ああ ZR じゃなくて R を長押ししてた。そう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 、ZR を押しっぱなしね。 OKOK、 これもう間違いないと思う。 OK、 うん、できるね。 OK です。で、まあ、とりあえずこの感じで朝まで放置してみましょう。それで多分レベルが、そうだね、99にはならないかもしれないけども、かなり高くなると思うんで、はい、明日が楽しみです。とりあえずね、今日はこのまま放置しておきたいと思います。もちろん放置するときには扇風機は当てたままです。扇風機当ててないと本当ね、ファンがすぐやられちゃうんで、放置するときには扇風機を本体に当てるようにしましょう。はい、ではそういうことでまた明日やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。